海上自衛隊では現在、FFM と呼ばれる新たな艦種である最上型護衛艦の建造を進めている中、次期 FFM とされる FFMAAW の構想が具体化しつつあり、防衛装備庁と三菱重工業は、2023年11月7日から2日間にわたってオーストラリアのシドニーにある、インターナショナルコンベンションセンター ICY シドニーで開催された INDOPACIFIC2023 で、新型水上戦闘艦 FFMAAW の模型展示を行ったよ。この INDOPACIFIC2023 とはインド太平洋地域における最大規模の兵器展示会で、防衛装備庁では三菱重工業などの日本の防衛産業を支える企業とともに、防衛装備品輸出三原則に則った上で日本の防衛装備品の輸出を促進すべくブースを展開し、その中に海上自衛隊の最上型護衛艦 FFM をさらに発展させた FFMAAW の模型が展示されていたな。今回は海上自衛隊の最上型に続く次期 FFM が具体化している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、FFM と呼ばれる最上型護衛艦は新しいタイプの護衛艦として、これまでにない様々な先進的な新機軸が盛り込まれたコンパクトかつ多機能な次世代護衛艦であり、それゆえに新しい艦式号 FFM と名付けられて誕生したよ。この FFM とは、諸外国の海軍において最上型護衛艦と同サイズの艦種であるフリゲート艦を表す FF に、多目的マルチパーポーズ及び機雷マインの頭文字である M が組み合わされたもので、世界を見ても他に類を見ないこれまでにない全く新しい艦種とされているな。最上型護衛艦のスペックは、基準排水量3900トン満載排水量5500トン全長 133.0 メートル最大幅 16.3 メートル深さ 9.0 メートルで、ディーゼルエンジンとガスタービンを組み合わせた CODAG 方式の機関が搭載されており、その内訳は MT30 ガスタービンエンジン1機と、MAN車12V2833DSTC ディーゼルエンジン2機搭載とされ、7万馬力を発揮することで最大速力30ノットでの航行が可能だぜ。兵装は対空砲としても供用可能な62口径5インチ砲1機に C ラムガ1機の他に、324mm 3連装単魚雷発射艦2機に、1七式艦隊艦誘導弾4連装発射塔2機が搭載され、SH-60 系ヘリコプター1機が艦載され、さらに対戦ミサイルや対空ミサイルが発射可能な垂直発射システム VLS-16 機が後日搭載とされていて、2025年度からすでに収益している3隻に加えて今後建造される艦に VLS が搭載されることになっているらしい。防衛省では当初、この最上型護衛艦を22隻建造する計画であったが、2023年1月25日に新型 FFM に関わる企画提案契約の参加希望者募集要領を公示して、最上型護衛艦の建造は12隻で終了することとして、さらに新たな設計のによる新型の FFM を10隻建造することを発表したよ。そして、8月31日には新型 FFM が12隻建造されることになることが公表され、2024年度令和6年度計画から6年間で毎年2隻ずつを建造されることが決定されて、防衛省では1番艦と2番艦を建造費として1747億円を要求しているね。一方で新型 FFM はその艦種名が FFMAAW とされ、基準排水量4880トン前後満載排水量6200トン全長約142メートル最大幅約17メートルとされ、機関方式は最上型と同じく CODAG 方式が採用され、式にガスタービンエンジン1機とディーゼルエンジンが2機搭載され、最大速力も30ノット以上を発揮できるとされているな。最上型の基準排水量3900トンに対して、この FFMAAW は4880トン前後にまで増加されており、全長も最上型の 133.0 メートルから約142メートルへと10メートル近く延長されているぜ。この艦隊規模は駆逐艦を意味する DD の艦式号を持つ汎用護衛艦ムラサメ型の基準排水量4550トンか、高波型護衛艦の基準排水量4650トンをも上回ることになり、
フリゲート FFM ながら駆逐艦サイズの汎用護衛艦 DD よりも大型艦となるというよ。また、この新型の FFM AAW には、最上型護衛艦と同様にステルス性能が追求されていることから突起部分が少なく、これまでの護衛艦以上にステルス性への配慮がなされたされた艦隊デザインが特徴的で、舷側がのっぺりしているだけでなく、レーダー反射断面積 RCS 低減のために主船体、上部構造とも外国のステルス艦と同様に傾斜角が付されているみたい。さらに、その外観上の大きな特徴となっている艦橋頂部に配置されている棒状の、通信用アンテナが統合されたマストである NORA50 複合通信空中線、別名 UNICORN-UNI けどシーオンバインドレディオアンテナユニコーンが搭載されているな。そして兵装は、62口径5インチ 127mm 砲1門短距離艦対空ミサイルシーラムランチャー1機、17式艦対艦誘導弾4連装発射塔2機 324m 3連装単魚雷発射艦と最上型護衛艦とほぼ同じであるのだが、大きな違いは、マーク41垂直発射システム VLS の搭載数が最上型では16セルとされているのに対して、新型 FFM では艦隊が一回り大きくなったことによって倍増となる32機が搭載されることになっているぜ。さらに、最上型護衛艦において後日搭載される16セルの VLS のすべてに、07式垂直発射魚雷投射ロケットが搭載される予定とされているんだけど、新型 FFM では艦式号が FFM AAW とされていることから、アンチエアウォーフェアすなわち対空戦に対応する艦種であることが察せられ、その VLS にはスタンダードやシースパローなどの艦対空ミサイルが搭載される可能性が高いとして、防空能力が強化されるものと見られているね。また、慢性的な人員不足に悩む海上自衛隊自衛隊では護衛艦を新造してもその人員確保が困難とされていて、最上方では消費とかが徹底されているぜ。例えば艦橋の操舵室には従来の同規模の大きさの護衛艦であれば10人前後のクルー配置が必要とされていたのであるが、最上方では操舵室の中央に車のハンドルほどの大きさの舵輪がある航海式艦席、その左側にレーダー縁席、艦橋右舷側の端にある艦長席の3席のみで、戦時であってもその他に艦橋で見張りの任務に就く信号員を足した4人で運航することが可能というわけだ。また、護衛艦の心臓部である戦闘式助 CIC は360度ディスプレイで囲まれた円形になっていて、各モニターに表示される情報は自由に設定が変更でき、CIC 内の全員が艦内各部署に設置されているカメラやセンサーからの情報を共有することができるらしい。そのことによって戦闘管制だけでなく、運航操舵各種機器管理なども CIC において一元化されたトータルシップコントロールシステム TSCS が採用されており、少人数でも艦内すべての情報の取りまとが可能となり、このクラスの護衛艦で必要だった従来200から300人ほどの乗員が最上方は90人程度で運用が可能となっていて、これは FFM AAW にも引き継がれるものとされ、海上自衛隊と同様にオーストラリア海軍など、人員不足に悩む海軍にとっては消費と化された FFM は大きなメリットをもたらすものと見られているぜ。日本政府と防衛省ではこの防空機能が強化された FFM AAW を、防衛装備品移転三原則に基づいて第三国への売り込みを図っているとされ、それによって同艦の建造費を低減させることを目論んでいるとみられ、今後国内外における防衛装備品の展示会などで強くアピールしていく方針であろうとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。F-35B 戦闘機艦載計画に伴って、護衛艦出雲、加賀に大規模改修工事が行われているね。そんな中、護衛艦ヒューガ、伊勢に注目が集まっているという情報が入ってきたぜ。今回は、護衛艦ヒューガ、伊勢になぜ注目が集まっているのかについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年時点で海上自衛隊で最大規模を誇る艦艇といえば、
出雲と加賀の2隻を含む出雲型ヘリコプター搭載護衛艦だよね。これは艦式 ODDH と呼ばれており、極限まで回転翼機の運用能力を高めた艦になっているよ。出雲型護衛艦は基準排水量19,500トン、満載排水量26,000トン、全長 248.0メートル、全幅 38.0メートル、深さ 23.5メートル、喫水で 7.3 メートルのサイズで、名実ともに海上自衛隊艦艇で最大規模だぜ。この大きさを誇る出雲型護衛艦の機関部だが、アメリカのゼネラルエレクトリック社製の LM2500IEC が、スタータービンが4機組み合わされた COGAG 方式が採用されていて、マックス出力112,000馬力、速度30ノット以上を発揮するそうだ。また出雲型護衛艦の電源設備として、機関部と同様にアメリカのゼネラルエレクトリック社製の LM500G7 ガスタービン始発電機を、4機等搭載しており、合計で最大 14,000kW の電力供給を行うことが可能となっているらしい。出雲型護衛艦は全通式飛行甲板上の右端部分に集約化された環境を備えているな。これは、いかにも航空母艦前とした全通式の飛行甲板で、その上には、5箇所の回転翼機が同時に発着できるスポットがあり、収益時から国外ではヘリ空母とみなされてきたね。この全通式の飛行甲板のサイズは、艦自体とほど同様の全長 245.0メートル、全幅 38.0 メートルが確保されていて、海自で対潜哨戒戦闘や対みなかみ戦闘を担う SH-60K 回転翼機に限れば、マックス14機が艦内格納庫に収容可能ということだよ。ただし実際の運用では、出雲型護衛艦は標準では SH-60K 回転翼機を9機、輸送と救助救難用途が、主任務である MCH-101 回転翼機2機を搭載する体制を敷いていて、格納庫は3つあり、第1、第2及び整備用の3つが艦内に設置されているんだって。出雲型護衛艦はその大きさを活かして、陸上自衛隊や海上自衛隊が運用している双発で、大型の CH-47 チヌーク回転翼機の運用が当初から想定されていたが、この大型機体ですら艦内格納庫への収容が可能ということだな。ということは、出雲型はそれほど大きいということだぜ。出雲型護衛艦の格納庫に収容可能な回転翼機のサイズを紹介すると、SH-60K が最大で全長 19.8 メートル、全幅 16.4 メートル、全高 4.0 メートル、重量 1,065 トンで、MCH-101 は全長 22.83 メートル、全幅 18.6 メートル、全高 6.66 メートルで重量が 15.6 トンとなっているよ。これらの回転翼先を艦内の格納庫から昇降させるエレベータが出雲型護衛艦には2機備えられていて、全部の1機は飛行甲板上のインボード方式で、後部の1機は環境後方の右舷にサイドデッキ方式で設置されているらしい。各エレベータのサイズだが、飛行甲板上のインボード方式エレベータは、長さ 20.0 メートル、幅 13.0 メートルで、サイドデッキ方式のエレベータは長さ 15.0 メートル、幅 14.0 メートルで大した荷重量は30トンを超えるとのことだ。現在出雲型護衛艦が行っている航空母艦化改修工事によって、同艦は短距離離陸垂直着陸が可能な、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機にできるんだけど、同機は長さ 15.61 メートル、幅 11.37 ム、重量27トン強という規模ということみたい。出雲型護衛艦のネームシップで一番艦である出雲が寄港されたのは2012年平成24年1月。日本政府が出雲型護衛艦を改修して F-35 ライトニング 2B 型を艦載機にすることを公に認めたのは、2018年平成30年3月だけど、それを見越して設計がされていたことが垣間見えるよね。日本の大手マスメディア各社は、2013年中盤以降には F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を取得して、出雲型護衛艦の艦載機にする可能性について報道していたが、当時の小野寺防衛大臣はあくまでこの見解を否定する姿勢を貫いていたぜ。当時は政治的に日本の海上自衛隊が装備として航空母艦を運用することについて、
専守防衛を掲げる同体の理念を逸脱するのではないかという批判をマスディアから受けることを危惧していたせいだと思われるが、現在からすれば覚醒の感が拭えないな。しかし日本がこうした政治状況にあった時期にも、中国海軍は国家の経済力を背景に軍の装備の近代化と、増強をどんどん進めていて、こうした事態への危機感が日本国内でも醸成された醸成したことから、この航空母艦化計画は市民権を得たということになったわけだ。日本では2010年後半に差し掛かると出雲型護衛艦への航空母艦化改修を公にし、2017年には同艦の建造を担当したジャパンマリンユナイテッド社が航空機の運用能力の向上を企図した研究を委託業務として受注したことで、その事業に着手したよ。この中では出雲型護衛艦に無人航空機と合わせて F-35 ライトニング 2B 型の運用を基とする研修が行われたようで、これを受けて2018末に閣議決定した防衛計画大綱や、その具体策を記載した中期防衛力整備計画では STOVL 機運用について言及されたんだ。そこで従来の日本政府の国会答弁では自衛隊が保有しないと定義してきた装備3点。つまり大陸間弾道弾や戦略爆撃機、そして航空母艦については変更しないとしながらも、出雲型護衛艦の改修は攻撃型航空母艦には該当しないという見解が示されたみたい。航空母艦を攻撃型か否かと区別するこういった定義が軍事的に意味があるかどうか、実に日本的な政治上の言い回しと解釈を、ひねくり回したものという感は否めないが、しかし、どちらにしても、出雲型護衛艦の航空母艦化改修が本決まりになったことは間違いない事実だな。それでも日本政府は、仮に出雲型護衛艦の航空母艦化改修が完了を終えても、F-35 ライトニング 2B 型を常時艦載機とする運用は行わないと明言しており、従来通りの回転翼機による対潜哨戒任務との併用が前提であると付け加えているぜ。出雲型護衛艦の航空母艦改修の予定だけど、まず2020年度防衛予算から改修費用を捻出して着手、全通式飛行甲板に F-35 ライトニング 2B 型戦闘機が排出する高温の排気熱への耐熱加工を施すことが打ち出されたよ。また F-35 ライトニング 2B 型の前転工事の離着艦をサポートするため、アメリカの強襲揚陸艦にも搭載している誘導装置を設置し、飛行甲板の先端部分の拡幅工事が打ち出され、現時点では出雲が2027年度中、加賀が翌年の完了を見込んでいると見られているね。これと並行して艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は2023年時点で総数42機を購入することが計画されているが、中期先としては航空自衛隊の宮崎県のニュータバル基地が有力視されていて、早ければ2024年度から同基地においての運用が見込まれているようだな。このように太平洋戦争後の日本では初めてとなる出雲型護衛艦を航空母艦に改修しての運用計画が進められているのだが、この先駆けとなったと見られているのが、ヒューガ型護衛艦のヒューガ、伊勢の2隻だぜ。ちなみに護衛艦の名前には旧国名が付けられるようで、出雲矢印島根、加賀矢印石川だし、ヒューガ矢印宮崎、伊勢矢印三重というわけだ。ヒューガ型護衛艦のサイズを紹介すると、基準排水量13,950トン、満載排水量19,000トン、全長 197.0メートル、全幅 33.0メートル、深さが 22.0メートル、喫水が 7.0メートルの規模で、排水量比では出雲型護衛艦の約 70% 強のサイズ艦ということになるよ。このヒューガ型護衛艦も出雲型護衛艦と同様に全通式の飛行甲板を備えていて、フォルムから見れば航空母艦前とした外艦だけど、回転翼機の昇降用のエレベーター2機はいずれも飛行甲板上でのインボード式が採用されているんだ。このヒューガ型護衛艦のエレベーターは前方の1機が幅 10.0 メートル、後方の1機が同 13.0 メートルと小型なため、F-35 ライトニング 2B 型を昇降させるには厳しく、しかもどちらも飛行甲板上にあるので、F-35 の離陸距離の確保も困難ってわけだ。そのため、
出雲型のように日向潟護衛艦に航空母艦化改修を行うのは物理的に制約があって考えにくいだろうな。どちらかといえば1998年平成10年から収益が始まった大隅型輸送艦3隻の代替艦にその機能を盛り込む可能性が高いかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。カナダ海軍が通常動力型の攻撃型潜水艦の取得に動き、太平型潜水艦を念頭に置いているらしいという情報をキャッチしたよ。日本の潜水艦は現地建造に弱いのがネックで、オーストラリアでの現地建造で一度落選している経緯があるよな。フランスに取られたんだが、そのフランスは原子力潜水艦建造でアメリカとイギリスの後塵を拝したらしい。今回は、カナダが日本の太平型潜水艦に注目する一方、攻撃型潜水艦は現地建造のため、防衛省は落選化について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本における防衛力の要と位置づけられているものの一つに、かつて防衛力整備計画に基づいて2023年3月に実現した潜水艦対22隻体制ということは、注目の一致する見解とされているよね。2024年、海上自衛隊の潜水艦隊を古い方から紹介してみるんだけど、親潮型8隻、双竜型12隻、太平型2隻で22隻体制となり、加えて親潮型2隻を練習潜水艦として保有し、運用しているよ。海自はこの22隻潜水艦隊を最新の状態で維持するべく、三菱重工業者と川崎重工業者の2社が各年で新造潜水艦を供給していて、これによって建造能力やインフラ保持も確保されているということなんだ。言うまでもなく、海上自衛隊の潜水艦隊は全てが通常動力型の攻撃型潜水艦で構成されていて、主兵装としては、艦首部に装備する6門の 533mm 魚雷発射艦から運用される兵器だね。こうした状況下、海自で実戦配備されている潜水艦の中で最も古い艦級の親潮型だけど、2000年平成12年3月に就役した3番艦渦潮で、今年で25年目の艦齢となるよ。海自の潜水艦が全て通常動力型攻撃型潜水艦というのは前述の通りだけど、機関部の構成は艦級ごとに改められていて、艦級と同様大きく3種類に分けられるみたい。一番古い親潮型はディーゼル機関と鉛製バッテリーと発電機を備えるディーゼルエレクトリック方式で、世界の歴史上、潜水艦が海軍戦力として登場した1世紀以上前からある古典的な構成となるぜ。続く双竜型は1番艦双竜から10番艦の双竜までの10隻が、ディーゼル機関と鉛製のバッテリーと発電機に、スターリング機関も備えるディーゼルエレクトリック方式で非対機依存推進方式だな。そして双竜型11番艦王竜、12番艦東竜、現在最新鋭の太平型はディーゼル機関とリチウムイオン製バッテリーと発電機を備えた、ディーゼルエレクトリック方式を採用しているらしい。双竜型11番艦王竜以後の機関構成は、世界の通常動力型潜水艦の中でも初めて量産化された方式で、安全性に問題があると言われたリチウムイオンバッテリーの問題をクリアしたということで注目を浴びているんだって。通常動力型攻撃型潜水艦の世界的な潮流でも、数年前までは非対機推進を採用することが必須感が強かったんだけど、双竜型11番艦王竜の収益を認識に変化が生じてきたとも感じられるね。こういった海自の潜水艦の配備状況の中で、かつては双竜型がオーストラリアのアタック級の後継艦として、初めての海外輸出となる可能性が取り沙汰されたこともあったんだけど、成就しなかったんだ。オーストラリアはこの時、フランスのシフラン級攻撃型原子力潜水艦を通常動力仕様に改修したものを採用することに決めたんだけど、イギリス、アメリカとの新たな軍事同盟オーカスの締結によって撤回されたことは知っているよね。オーストラリアはオーカスの締結によって、アメリカのバージニア級攻撃型原子力潜水艦を5隻程度調達し、以後はイギリスと新規の攻撃型潜水艦オーカス級を建造し、
取得する方向へと舵を切ったわけだ。こうしたオーカスの動きに伴い、世界の攻撃型潜水艦のマーケットが今後は一気に原子力推進に傾くという見方も指摘されたが、高額な建造費や維持費の費用対効果を熟考すると通常動力型攻撃型潜水艦の需要は残存していると言えるな。具体的には2023年の段階で通常動力型攻撃型潜水艦の新規取得を計画している国は、オランダ、ポーランド、ルーマニア、中東ではエジプト、アジではインド、フィリピン、南米ではアルゼンチンなどが挙げられるぜ。北米ではカナダも志向しているから、インドとカナダを除けば、広い海域を戦場とすることが考えにくい。つまり大陸国が主に費用対効果に優れる通常動力型攻撃型潜水艦の調達を希望しているように思われるな。インドの場合は広大なインド洋と対中国への軍事上の対抗策として、沿岸部の警備警戒に通常動力型攻撃型潜水艦を望んでいるとみられ、この考え方は中国やロシアと似た運用方針ではないかと感じられるね。カナダは地理的な位置を見ると、西に太平洋、東に大西洋、北に北極海と広大な海域を守備範囲として抱えていて、また NATO に加盟する最大の同盟国であるアメリカに隣接しているから、比較的恵まれた安全保障環境にあるとも言えそうだよ。現在のカナダは1980年代にイギリス海軍が最後の通常動力型攻撃型潜水艦として建造した、アップホルダー級潜水艦4隻を譲り受け、ビクトリア級潜水艦と名称を改めて運用しているんだ。この旧アップホルダー級潜水艦、現ビクトリア級潜水艦のサイズだけど、水上排水量2185トン、水中排水量2400トン、全長 70.26 メートル、全幅 7.6 メートルで、主兵装は艦首部の6門の 33mm メートル魚雷発射艦だね。同艦はイギリス海軍において1990年から1993年にかけて就役したが、同海軍が潜水艦の推進方式を原子力に一本化する決定をしたため、1993年から1994年にかけて退役し、カナダ海軍は2000年から2004年にかけて再就役したというわけだな。現ビクトリア級潜水艦はイギリス海軍ではたった1から3年ほどしか運用されなかったから、貴重な新古品としてカナダ海軍が受け入れたという形だが、カナダ海軍では兵装の対艦ミサイルや機雷が除かれ、長魚雷だけで運用しているらしい。こうした兵装の省略からも推測すると、カナダ海軍が現ビクトリア級潜水艦に求めた能力は、純粋な哨戒任務が主であると見られるんだけど、現時点ではイギリス海軍での就役から最大35年、カナダ海軍でも25年経過しているから、老朽化が進んでいると言えるかもね。そのためカナダの国防省は CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトと名付けた検討機関を設置、2034年に退役を予定している現ビクトリア級潜水艦を代替する方針を進めているみたい。このカナダ国防省の CPSP では、自国海軍の要求を満たす通常動力型攻撃型潜水艦の建造可能国をフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国そして日本と明かしているよ。CPSP が求める潜水艦の仕様を説明すると、1通常動力型に長期間の航行能力を持つ3北極海での運用できる4アメリカ製の兵装と戦闘システムへの対応の4点だね。その上で現行のビクトリア級潜水艦は4隻保有しているんだが、カナダは太平洋、大西洋、北極海という海域をカバーするために最低でも8隻、最大12隻を調達する意向があると示唆しているぜ。報道によれば CPSP は、前述のフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国、日本ともすでに交渉しており、韓国や日本に視察に訪れたとも言われているな。先に挙げたカナダが求める4つの潜水艦の仕様を見る限り、日本の太平型は全て要件に合致するという見方もあるらしい。しかし多数の潜水艦の取得を目指す国の大半がそうであるように、カナダが採用する潜水艦の自国内建造を要件に加えるとすれば、日本には残念ながら実績はないんだよね。となると日本は落選ということになるかも。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、
チャンネル登録してね。